皆さんこんにちは、いろじのやましたです。はい、ということで今回はですね、今月10月19日に行われたスカウト会議についてですね、いろいろとですね、記事が上がっていたので、まあ、その内容をまとめつつですね、いろいろ考察していきたいなと思います。今回はですね、サンスポさんであったりとかスポニチの方からですね、いろいろ記事が出てたので、まあ、その記事を参照しつつですね、いろいろ話していきたいなと思います。今回はですね、テーマ一応3つ設けまして、西浜のドライチ入札は誰なのかというテーマと、次に北海道関係ですね、これもいろいろ報道がありました。そして最後ドラフト全体の指名方針ということで、この3つのテーマに沿ってちょっと話していきたいなと思います。まず1つ目、ドラフト1位についてということですね。概要欄の方にね、サンスポさんの方の記事は載っけておくので、それを一応参照してほしいんですけども、能力的にナンバーワンの投手に行くというふうな報道が出ました。球団幹部の発言というふうに報道されていたので、ほぼほぼ間違いないかなと思ってます。ということでね、能力的にナンバーワンということで、これが誰なのかということなんですが、ドラ1についてはこのチャンネルでもいろいろ上げてきたんですけども、基本的にはその路線っていうのは変わっていないかなというふうに思ってまして、まず青山学院大の常平投手、そして東洋大の細野投手、この2人のどちらかに行くという可能性が一番高いんじゃないかなと思います。なんていうんですかね、馬力と言いますか、まあ、このポテンシャルというか、まあ、そういうところで抜けてるのはやっぱりこの2人じゃないかなと思います。青山学院大の常平選手については、まあ、やっぱりスピード、ストレートのスピード、そしてフォークというこの2つの武器っていうのは、まあ、東都大学野球のその神セブンみたいな感じで言われてますけども、まあ、その中でも群を抜いてますし、まあ、実際奪三振率も高くて、なんていうんですかね、その制圧力っていうところはもう間違いなくナンバーワンかなというふうに思います。まあ、細野選手についてはですね、まあ、やっぱりストレート、スライダーっていうところ、そのなんていうんですかね、馬力というか、158キロ出るっていうところ、そしてスライダーっていう、そのキレというか、なんていうんですかね、ポテンシャルっていうところはもう間違いなくナンバーワンなんですが、その一方でね、まあ、四死球率が若干高いとか、まあ、そういう風な欠点はあったりするんですけども、まあ、それを差し引いてもですね、やっぱ能力的な部分という風に、まあ、球団幹部の発言として報道されてますから、まあ、能力的な部分という風に考えると、まあ、細野選手という考えも、まあ、全然あるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、僕はやっぱり、青山学院大の常廣投手を押したいっていうか、まあ、誰を行くかっていう話じゃなくて、個人的にはやっぱり僕は常廣選手行ってほしいっていうふうに思ってるんですが、まあ、やっぱり常廣選手、細野選手っていうところを比べた時に、まあ、1年目からバンバン勝つよっていう可能性があるのは、まあ、常廣選手の方だと思うんですね。まあ、しかもやっぱ常廣選手はストレートとフォークがもうものすごいっていうところで、まあ、大崩れはしないというか、まあ、ある程度やってくれそうだなっていうふうな計算も立つと思うので、まあ、そういうところでね、常廣選手に行ってほしいなと思ってます。まあ、いろいろ難しくて、本当にこの4年秋っていうところで言うと、中央大の西舘投手なんかも、まあ、すごい活躍していて、まあ、ナンバーワンっていう観点から言うと、常廣選手、細野選手の争いに西舘雄飛選手っていうのも、まあ、入ってくる形にはなると思うんですが、どうですかね。まあ、同じ右投手という観点で言うと、まあ、個人的にはですけども、まあ、やっぱりその爆発力というか、ストレートとフォークっていうところ、その奪三振率っていうところを鑑みて、まあ、常廣選手の方が能力的なナンバーワンっていう観点には近いんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つですね、大渕スカウト部長の発言として、まあ、ドラフトは中長期的な指名をするものだというふうな発言もあります。まあ、ここからわかるんですが、なんて言うんでしょうかね、もしいいかしたら、まあ、高校生投手を狙ってるんじゃないかというふうな見方もできると思います。まあ、もしいい高校生投手を行くんだったら、前田投手、大阪桐蔭の前田悠伍投手ということになるんじゃないかなと思います。まあ、日本ハムのナンバーワン投手っていうか、ナンバーワンっていう方針は、まあ、なんて言うんですかね、人気スター性ミハードラフトというか、まあ、そういうところも含まれることがあってで、アンダー18で、まあ、この度、日ハムに入ることになった台湾の駿投手とですね、投げ合っているというところもありますし、まあ、大阪桐蔭で甲子園のスターということもありますし、まあ、前田選手だったら話題性も十分ですし、まあ、能力的にも、なんていうんですかね、他のドラ1には、引きを取らないというか、まあ、高卒なんですけど、すごい完成度が高くて、まあ、それでいてやっぱり、プロでね、2桁以上勝っていけるようなポテンシャルも秘めているというふうに思いますんで、まあ、前田選手でも全然あるじゃないかなと思います。まあ、ただですね、やっぱり今年は、ピッチャーがね、上沢投手と加藤投手が流出の危機にあるということを考えると、やっぱり大卒賞出場になって、まあ、青山学院大の常廣投手に行くのがいいんじゃないかなと、個人的には考えています。はい、続いて北海道関係ですね。まあ、これもね、サンスポさんの記事だったりとか、あとはスポニチですね、そのあたりの記事をね、参考にしておくので、まあ、ちょっとね、概要欄の方を見ていただけると嬉しいんですが、まあ、出身者含めて、地元北海道にゆかりのある選手が高校生大学生合わせて5人というふうに報道がされています。この5人という数字がどれぐらいのものかというと、まあ、例年と比べると若干
多いかなっていう感じではあるんですが、まあ、8月末のドラフトスカウト会議の段階では高校生3、大学生社会人が3という風に報道があったので、まあ、8月の段階から比べると1人減ったということになります。この今回はですね、高校生大学生ということで、まあ、内訳っていうのは出てこなかったんですけども、8月にかけてはやっぱり高校生の査定っていうのが主なところで、まあ、その8月から9月にかけてやっぱり大学野球っていうところが進んでいったので、まあ、そう考えると、まあ、大学生が2、高校生が3というか、まあ、前回と比べて、まあ、そのリーグ戦を踏まえて評価を落としたという大学生がいて、まあ、2になったんじゃないかというふうに捉えるのが、まあ、基本線な気はするんですが、まあ、そうは言っても、まあ、高校生が2、大学生が3っていう可能性も、まあ、全然なくはないんじゃないかなというふうに思います。まあ、今回はですね、大学生が1人外れたと仮定して、高校生3、大学生、社会人が2というふうな仮定でね、話したいと思います。まあ、いろらじではね、もう結構、なんていうんですかね、北海道のドラフト候補っていうのは取り上げてきてるんですけども、まあ、大学生、社会人という観点では、絶対的な選手が2人いまして、まあ、もし、大学生が2ということであれば、まあ、その2人で、ほぼほぼ間違いじゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ、とりあえずね、大学生、社会人の北海道関係のドラフト候補一覧ということで、表示していますが、大社が2ということになると、今ちょっとね、赤い色で表示している、聖佐藤大学の滝田投手、そして、仙台大学の辻本選手で、まあ、当確というふうに言えるんじゃないかなと思います。滝田選手自体は最速153キロを計測する左腕でして、まあ、ストレートチェンジアップっていうところが、まあ、非常に高い評価を得ている左腕で、どうでしょうかね、左腕の中のポテンシャルっていう観点で言うと、まあ、全然細野選手の次に上がってきてもおかしくないかなというふうな投手ですね。いろいろ荒削りな部分はあるんですが、まあ、それでも個人的には2位3位ぐらい、まあ、3位まで残ってたら奇跡というか、まあ、2社目の3位まで残ってたら奇跡というか、まあ、2位で消えるんじゃないかなというふうに思ってます。そして、まあ、辻本選手ですね、まあ、辻本選手についてもまあ、二遊間の守備っていうところが高く評価されている選手で、まあ、全国の舞台でもねパンチ力をね見せているというところもありまして、まあ、ちょっと小柄なところは気になるんですが、まあ、3位までには消えるんじゃないかなというふうに思います。まあ、ということでね、ちょっと上位候補が2人いるという観点でも、まあ、ここの代車が2ということであれば、この滝田選手と辻本選手で、確定なんじゃないかなと思います。もしですね、大学生3人というふうなことがあるとすると、その次の候補になってくるのは、北海学園大学の帯川投手ではないかなというふうに思います。まあ、帯川投手自体はストレートの平均球速的には140前半なんですが、まあ、スライダ スプリット、チェンジアップなんかのですね、非常にいい投げ分けて、まあ、奪三振率も高くてですね、まあ、非常に好左腕というふうな感じで、まあ、今秋もですね、防御率が1点台ということで MVP を獲得してますから、まあ、そういう点でもね、帯川選手というところもあるとしても、やっぱり育成ないし試合下の一番最後ぐらいかなというふうには思うんですが、まあ、大学生3人入ってるとすると、北海学園大学の帯川投手かなというふうに思います。次ですね、高校生が3人というふうに今前提でお話しすると、高校生の候補の一覧というのがこんな感じにはなるんですが、まずちょっと確定とは言い切らないんですが、やっぱり可能性が高いのは白川学園の西村投手かなというふうに思います。まあ、白川学園の西村投手に関しては支配下で指名される可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ストレートっていうところ140後半っていうところが、まあ、常時出るアベレージで出るというところは非常に強化できますし、それでやっぱりそのスライダーっていうところが非常にマネピッチになる可能性を持っているというところで、ストレートスライダーその素質だけでやっぱり支配下でかかる可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。で、残りの2人っていうのは結構意見の割れるところかなと思うんですが、個人的には浅川志邦の伊地知投手、そして浅川明星の千葉選手ではないかというふうに思ってます。伊地知選手については西村選手同様にストレートの平均球速については常時ですね140中盤から後半というところを投げ込んでいますし、まあ、スライダーカーブも全然悪くないと思います。まあ、そして三振率とか見ても全然悪い指標ではないので、まあ、支配下まで含めれば、まあ、全然西村の指名候補に入ってきていてもおかしくないと思います。まあ、西村選手伊地知投手とはね右が2人続いたので、残り1人左かなというところで考えると、旭川明星の千葉投手というところも入ってきてもおかしくないかなと思います。まあ、最速144キロということで、そこまで、すごいスピードというわけではないんですが、まあ、スライダーチェンジアップというところ、そしてシンカーというその武器にある変化球がたくさん持っているというところもありますし、制球力も良くて、まあ、今夏はですね北海道大会の決勝まで行って非常にいいピッチングを見せていたので、まあ、千葉投手も個人的には育成候補には入ってくるんじゃないかなと思います。まあ、この2人が個人的には入ってるんじゃないかなというふうに思うんですが、他の候補としては函館大雄との川島選手であったりとか、まあ、札幌新陽の細野選手というところも可能性は十分にあるんじゃないかなと思います。まあ、特に川島選手については高身長左腕で、まあ、スピードも140前半出ますし、まあ、そのカーブっていうところもね緩急が使えるというところもありますから、まあ、素材型の高校生として育成で獲得するという線は全然あるんじゃないかなと思います。まあ、川島選手と細野選手については、まあ、日ハムのスカウトのね視察の情報もあるということで、まあ、指名されても全然おかしくないんじゃないかなと思います。
ちょっとね、ちょっと話が長くなってしまったので、北海道関係についてまとめるとですね、確定的な情報は高校生、大学生合わせて5人ということですね。で、ここからが僕のちょっと予想になるんですが、高校生が3人、大学生が2人ではないかというふうに予想しまして、高校生は、白川県の西村投手が確実で、旭川市方の伊地投手、旭川明星の千葉選手が、まあ、残り2人ではないかということ。そして、大学生が2人であれば、聖鎖大学の滝田投手、そして仙台大学の辻本選手という選が非常に濃厚ではないかというふうに思います。最後、ちょっとですね、まあ、残りその他というか、まあ、ドラフトの指名方針についてということで、まあ、ちょっとね、少し発言があったので、まあ、そこもちょっとね、話したいと思います。まず、三層さんの記事を参照すると、指名候補については70人ということで、高校生30、大学生30、そして社会人が10人ということですね。そして、投手の割合が多めというふうに記事が出ています。はい、ということで、まあ、いろいろちょっと難しくて、この数字をどう捉えるかっていうのは、いろいろ意見が分かれる気がするんですが、まあ、僕個人としては、指名候補70人っていうのはちょっとね若干ですけど少なめかなという気はします。すいません、前年のデータとかね持ってこれたら一番いいんですけど、ちょっとですね探しても見当たらなかったので、ちょっと僕の主観っていうことになってしまうんですが、まあ、指名候補70人っていうことで言うと、まあ12球団で、ドラフト6位までだったら72人に指名されるわけですから、確かにちょっと少ないかなという気はします。まあ、もちろんですね補強ポイントに入っていないポジションの選手ってあったりとか指名候補には入れてないっていうこともありえますから、単純にまあ何人だから多い少ないっていうことは言えないとは思うんですが、まあ、70人っていうスコアを考えると今年はまあドラフト5位ないし6位ぐらいまでで、まあ、終わる可能性が高いんじゃないかなというふうに思います。投手の割合が多めっていうのは、まあ、今年のドラフトの特徴でありますから、まあ、今年は投手ドラフトで、まあ、その中で高校生の補修であったりとか、まあ、スラッガーを、まあ、1-1ぐらいの割合で取っていくという感じで、まあ、6人5人ぐらいで早めに終了するっていうところが、まあ、基本線なのかなというふうに考えています。はい、ということでですね、今回は19日に行われましたスカウト会議についてですね、日ハムのスカウト会議についてまとめてきました。まあ、もうものすごいね、簡略にこの動画をまとめると、ドラ1についてはナンバーワン投手、特に青学の常広選手ではないか、北海道関係については高大合わせて5人、予想としては西村投手、飯石投手、千葉投手、滝田投手、辻本選手ではないか、最後にドラフトの指名方針については、まあ、5人から6人ぐらいの指名になるんじゃないかということです。はい、まあ皆さんのねこのスカウト会議のね受け止め方についてもぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。これからもねちょっとドラフトまでね残り1週間切ってきてるんで、たくさんね動画を発信していきたいと思います。以上、いろはじめましてでした。バイバーイ。